アメリカーノアメリカーノとは、冷たいタイプのロングドリンクに分類されるカクテルの一種である。名称がイタリア語であることからもわかるように、イタリアで誕生した。なお、このカクテルには大きく分けて2種類のレシピがある。スイートベルモットを使用する点は共通しているのだが、一方はビターベルモットを使い、他方はカンパリを使う。そのうち、 ビターベルモットを使うレシピが正式なものである。つまり、カンパリを使うレシピは、ビターベルモットをカンパリで代用したレシピであるということだ。このように、正式なレシピでは、ワイン系の酒飲みを使うカクテルなので、アメリカーノはワインをベースとするカクテルだと考えることができる。なお、食前酒に分類されるカクテルであり、食前に飲むのに適するカクテルとされてはいるものの、 別に食前以外に飲んではならないという決まりがあるわけではない。以下に、ビターベルモットを使うレシピの例と、カンパリを使うレシピの例を紹介する。なお、ビターベルモットを使うレシピが正式とされているので、そちらを先に記載する。作り方、編集氷を入れたタンブラーか、オールドファッションドグラスに、ビターベルモットを注ぎ、次にスイートベルモット、最後に、 適量の炭酸水を注ぐことでグラスを満たして軽くステアする。最後に、レモンの火火より精油を絞りかければ完成である。微光、編集作り方、編集氷を入れたタンブラーか、オールドファッションドグラスにカンパリを注ぎ、次にスイートベルモット、最後に適量の炭酸水を注ぐことでグラスを満たして軽くステアする。最後に、レモンの花火より精油を絞りかければ完成である。 美光、編集、レシピその一と同様に、レモンの火器から精油を絞りかける以外にも、レモンのスライスを飾ったり、オレンジのスライスを飾ることもある。これらは、どれかが選択されたり、または、どれも選択されないこともある。つまり、完全に飲む人の好みによるということ。どのようなレシピで作られていたのか詳細は不明だが、1920年代には、 日本でも知られていたカクテルだと言われている。最近では、上記にある、このレシピの主な参考文献の節を見比べれば、一目瞭然なように、ビターベルモットの代わりにカンパリを使用するレシピが日本で多いのがわかる。なお、このカクテルを供するのに使用するグラスは、海外では、オールドファッションドグラスがしばしば使用されるのに対し、日本では圧倒的にタンブラーを使用することが多い。 ジェームズ・ボンドが主人公の短編、バラと拳銃に出てくることで知られている。ありがとうございます。